どうも、小林です。今回もイベント恒例の連合艦隊での潜水マスレベリングの解説をやっていきたいと思います。まあ、最初にこの恒例のレベリングなんですが、何がいいかっていうことについて、一周の経験値がすごい高いわけではないんですが、連合艦隊で同時に12隻育成ができます。潜水艦マスでは燃料しか消費しません。まあ、この2つが主な理由でレベリングスポットになっています。そして今回はリビックルもあるので燃料も兼ねることができるっていうのがさらに好条件になってますね。次にレベリングのやり方についてです。 E3 の第2スタート出現後 DR の潜水マス2000を出撃し繰り返すのみです。軌道なら戦艦空母4隻以上、水上なら駆逐解剖艦3隻以下にすることで潜水マス2000通ることができます。で、次に編成例紹介です。で、まず機動部隊。第一艦隊は戦艦空母4隻と育成した艦で、空母には寒冷地装備&甲板要員の装備と、サインを誰か一つに装備。TG フリーだと潜水艦を倒せなくて時間かかってしまいます。で、第二艦隊は先制対戦艦で揃えましょう。最大5隻編成があり、赤広で周回するので、攻撃外すことも考えて、できれば6隻先制対戦できた方がいいです。装備はすべてソナーで固めた方が命中が高いです。そして水上連合の場合です。こっちは駆逐解剖艦3隻以下が条件なので、先制対戦艦として第2艦隊に雷獣2隻が必要になってきます。第1艦隊は駆逐解剖艦以外で編成すれば OK。TG 振り回避のためにこっちも空母系1隻は入れて左右装備させたいですね。では実際に行きたいと思います。今回は機動部隊での出撃で行きたいと思います。まあ、周回するんであれば、機動だと一マス無駄に進むので、まあ、水上で回った方が多分一周あたりの速度は速いと思うんですが、まあ、駆逐やっぱ多めの方が組みやすいんではないかと思うんで、まあ、自分は機動でやるかなと思います。E2 を変異下でクリアした場合、まあ、甲板要員が2個しかないですが、まあそれでも空母2隻、戦艦2隻組めば、機動部隊で2000踏むことできるので、まあ兵以下の場合でも問題ないかなと思います。まあコーデの基本経験値なんですが、まあ130から150なので、第一艦隊機関が、まあ約500ぐらい。そして2000するので、まあ一周1000ぐらいですかね。まあ他の艦がまあ、300ぐらいですかね。で、第二艦隊は結構 MVP、バラつくのでまばらになるかな。第一艦隊機関は MVP 固定できるのでキラ付けも兼ねることできます。第一艦隊機関が確か一周でコンディション12か13ぐらい上がるので、疲労度がしっかり抜けてる状態であれば3周するとコンディション85まで上げることできますね。この潜水を2000して撤退してを繰り返すんですが、まあ、結構1戦目だか2戦目だかながら作業でやると忘れやすいんですが、2戦目の敵艦隊の名前がドライになってるんです。確かこれドイツ語の3って意味でしたっけ、だったと思うんですけど、なってるんで、まあここを一番見るのがいいのかな。で、1戦目の方が2の意味だったっけな、ツアイになってたと思うんで、まあ、ここで一応判断するのがいいのかなと。ありがたくいただきますね。無事のご帰還よ。 I want to be next。 まあだいたい一周の燃料消費がこのぐらいですね。まあ、大型化入れてるとはいえ燃料だけなんで、まあ、50ちょっとぐらいかな。ざっとリビクル一周で4周できる感じですね。まだ鋼弾解放されていないので、むやみに札つけることはできないんですが、まあ、鋼弾情報落ち着いて攻略終わったらレベリングに活用してみてはいかがでしょうか。ということで今回は E3 の連合対戦レベリングについての解説でした。もしこの動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。
よろしく。